セリアのビーズアートシールを私のおじいちゃんにやってもらいました。ヤフーニュースでね、90歳の方がダイヤモンドアートをやっているっていうのを見て、そうか、年齢関係なくね、お年寄りの方でもやれるんだなと思って進めてみました。まあ、ハマるハマらないっていうのは正直あるのかなと思うんですけど、まあ、リハビリっていうかね、そういうのにもいいかなと思ってやってもらいました。やっぱりちょっと見にくいみたいで、まあ、しっかりルーペとかをね、使ってやってくれてましたね。こんな感じでね、一生懸命置いてくれました。アップにするとね、結構しっかり、ちょっとずれてるけど頑張ってます。じゃあここでジジと私の会話。端っこさ、グイーンってこれ、うん、グイーンってだ。そう、じいちゃんにグイーンって言わせちゃったいや、ほんとダイヤモンドアートって幅広い世代の方に楽しんでもらえるのかなって思いました。ぜひぜひ皆さんやってみてね。